はい、タンタンです。今日はエレキですね。またテレキャスターの新ラインスタイルなんですけれども、富士源ですね。 FGN 富士源の NTL の102というモデルにこちらなります。アッシュボディの新ラインのタイプですね。でメイプルネック、メイプルシバという、こんな感じのモデルになってまして、パッと見て、まあ分かっていただけるかなと思うんですけども、まずピックガードが、これもともとパーロイドのものがついてたはずなんですが、それをワンオフでこれローズウッドのものにですね交換されてまして、非常に綺麗な仕上がりで特徴的な感じになってて、これはこれでオリジナルではないんですけれども、かなり見た目に良い感じかなと思うのと、あとリアのピックアップですね、これ専用段階の欄干のピックアップにこれも乗せ替えてあります。あとパーツ面では、ピンがストラップピンかな、こちら両方ともロックピンのこのタイプにこちらも交換されているのと、あとストリングガイドですね、こちらの方も交換されているようです。そちらは写真で見ていただけれども、すぐ上がる感じのものに交換の方されております。ただ全体的には非常に綺麗な状態じゃないかなと思いますね。傷も少ないですし、こういった感じで、まあグロンドのね雰囲気も非常に、中のアッシュの木目もねこううっすら透けて見えて非常に良い感じになってるかなと思いますね。でまあ新ラインなんで、ちょっとこう生音でもそれなりにね、まあ、家で弾く分には楽しめるぐらいはもちろん出るかなと、ソリッドよりはちょっとした箱鳴り感を感じられるかなと思いますね。フロントの音で、フロントのピックアップはこれオリジナルのものがついていて、まあ、リアですね。テレキャスターらしいね、リアのね張りのある音っていうのもあるんですけども、ちょっとこうパワー感があるかなというような印象の音になってますね。でミックスだと、なかなかこう音自体非常に良い感じにアップグレードされてるんじゃないかなと思います。この雰囲気ですね。やっぱりこのピックガードはね、まあ、ちょっと弾いてた感じはあるのかな、少しスクラッチ傷ありますけれども、ガードの木のローズの上にもちゃんと塗装もされてて、非常に綺麗な仕上がりになってるピックガードになりますんで、これはこれでなかなか雰囲気あって良いかなと。で一応オリジナルのガードの方も残ってますし、ピックアップもオリジナルのピックアップもついてますんで、まあ、戻して使うっていうことももちろん可能です。はい、ということで、富士源ですね、富士源の、テレキャスタースタイル NTL の102ですね、こちらの方販売の方開始いたしますので、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。